とりあえずこの2本ですね、この2本でバスをキャッチしました。まあ、両方使ってるのが、ガノアアブソルートっていう糸で、それぞれベイトフィネスが10ポンド、スピニングが4ポンドです。まあね、見てもらったら分かると思いますけどね、特にこのスピニングでかけたやつ、まあ、コンクリートの橋脚基板に投げて、でそれで、まあ、ちょっと食ってかしばらく気づかなくて、もう気づいた時にはもうだいぶ走ってて、コンクリートの、ね、橋脚に巻かれる可能性もあったし、そのすぐ横の木ですよね、木に巻かれる可能性があった。でもそこでちょっと無理できた、4ポンドながらもう、ね、ドラゴン出るのを抑えて、こうやって、まあ、無理、ちょっと無理、4ポンドだけど無理することができました。まあ、このアブソルートっていう糸、まあ、非常に強くて、まあ、特にねずれですね、ねずれの、まあ、強さ、まあ、傷も入りにくいし、傷が入った時にも、そこからの強さを発揮してくれる。だから、まあ、ああいう魚、ああいうグッドサイズの魚を、まあ、4ポンドでちょっと無理して、取ることができました。まあ、こっちもそうですね、こっちの、まあ10ポンドなんですけど、まあ、10ポンドで、まあ、太い倒木の向こう側に投げて、でそこでシェイクして食わした魚を倒木の後ろからもう1キロオーバーの魚を、取れたっていうのも、まあ、この糸だからかなり安心して、ファイトできたかなと思います。まあ、僕がこうやってカバー周りで釣りをするときはほぼ全てこのアブソルート使ってますね。はい、まあ、本当おすすめですので、皆さんもちょっとそういうカバー周り、障害物周りの、釣りにはこのアブソルートぜひ使ってみてください。